皆さんこんにちは。今回は神奈川県藤沢市にある長久保公園というところで行われた市民向けの剪定講習会の模様をお伝えしようと思います。撮影と動画編集は藤沢市に在住の友人にお願いしました。講習会のテーマは梅の手入れについてです。木下です。よろしくお願いします。それで私あの剪定講座やるときは必ずこの話をするんです。コジット論の話をするんです。で、私ホームページを2000年から立ち上げまして、その中でもずっとあの、啓蒙活動というかですね、これについてはやってましたんで、例えば YouTube じゃないや、あの検索でですねコジット論とか押すと多分私のが、たくさん出てくると思います。動画でもホームページでもね言ってますの でそれについてはあの毎回剪定講座の時に必ずお話しするんですが、これ大事なことなので、今日、梅なんですけど、梅の話に入る前にこの基本的なあのどの枝を切るかっていう話より前に、切る時にどうやって切ってほしいかということを理解しておいていただきたいんです。だからもうそれを知らなかった方にはあの知っていただきたいということで、あのちょっと回りくどいですがここから始めます。コジット論というのはアメリカのシャイゴという先生がですね提唱した樹木の防衛層に関する理論ということなんですけれども、その中で、あの枝の切り方について、述べている部分があって、私はそこの部分を特に皆さんに、啓蒙しているという感じです。はい。で、どう切るかということは、お手元の資料のですね3ページのところにね、写真が上の2つあります。でブランチカラーがある場合というのとない場合というふうに、2つに分けております。めくってください。ブランチカラーというのはね、この枝の下側の付け根のところにですねぷっくらしたちょっと顎がたるんでるみたいなものがある枝があるんですね。そのことをブランチカラーと言います。めくってください。ここの部分です。ここの部分であのちょっと分かりにくいと思いますし、このブランチカラーがあの確実に見える木というのは、私がこの仕事してても、100回に1回ないですね。ほとんどはブランチカラーは確認できません。だから外国にあるようなすごい大木とかだとブランチカラーあるんですけど、日本でここら辺で、庭木で見る場合にブランチカラーが明確に分かる木はあんまりお目にかかりません。ただそのブランチカラーある木がもしあったら、そのブランチカラーのふっくらしたところは切らない、その外側で切ってくださいということです。で上のバークリッジについては今次に説明します。はい。こういう切り方ですね。これブランチカラーがある場合ですね。はい、めくってください。で通常はない、これ桜の木ですけど、ブランチカラーみたいなぷっくらした部分は確認できませんよね。このケースがほとんどですので、こういうケースにどう切るかということをやります。はい。で、切り方の考え方としては、そこの写真の右側の、図の、一つ目なんですけど、これこっちの枝を切ろうとしたら、この枝の中心みたいな、ラインをね確認して、それと直交する線をここの股のちょっと上のところで仮に引きます。ここ直角になるように。これが1本目の線。はい、めくってください。で、その後ここにバークリッジというのがね、どんな細い枝でも必ずあるんです。あの股のところからこう山脈みたいにガジガジガジっと出っ張ってる部分です。ひだみたいなものがあります。このラインは非常に大事なので、このラインを確認します。はい、めくってください。それで先ほどのブルーのラインとこのバークリッジのライン、それで作られている角度のおおよそ半分の角度でこの赤いラインで切るというのが一番、何がいいかというとね、枝が腐りにくいんです。後でちょっとお話ししますけど、腐れが入りにくい。この赤い線で切ると、カルスといってね、こう皮が巻いてきますよね。あの傷口が塞がりやすい。ですのでこの角度が理想的です。でなんでね、あのその私がコジット論にこだわるか、正しく切らなきゃならないかということなんですけど、一つにはね、とにかくあの切り残しすると見栄えが悪いんですよ。
ね、切り残しの突起は自然な枝の流れを台無しにしてしまうということですね。無残にしか見えない。お手元の資料のね、3ページの下の写真です。めくってください。あ、その前にまあ、こういうの街で見ますよね。こう枝をブツブツって切られて、その先からバサッと生えてる、あるいはこういうふうに切りにくいからね、付け根で、先ほどのコジットで切るとこの辺で切るんですけど、この辺で切れば、まあ、見栄えはそんな悪くないんですが、こうやって切り残すと非常に見栄えが悪い。はい、めくってください。で、これはね、近所で見た柿の木の剪定だと思うんです。素人の方がおそらくやられたと思います。真ん中一本なんで残したかちょっと不明なんですが、まあ、どっちにしてもこのシルエットはと美しいとは言えないと思います。ゴツゴツしてね、不格好ですね。無残で美しくないと思います。はい、めくってください。で、そればかりじゃなくてね、こういうブツブツ切りやすいところで切ると、この切った切り口から全部芽が出ちゃうんね。そうするとわさーっとこうなって常緑樹みたいにね、塊になって新芽が吹きます。これも非常に見苦しいと思うんですよね。美しくないですよね。はい、めくってください。これは金木犀ですけど、まあ、おそらく高くなったやつをね、フェンスの高さまでしたいと思って切ったんだと思うんですけど、こうブツブツっと切ってしまいますね。そうすると同じようにめくってください。こんな風にね、切り口から一斉に芽が出ますから、こんな風に、まあ、これを目的としてたかどうか分かんないんですが、まあ、美しくない状態になります。はい、めくって。こういう小さい枝でもね、こういう切り残ししてあるよりは、こうちゃんと切ってある方が枝分かれがきれいに見えますよね。で、この木ですよね。これイチョウの木なんですけど、こういう切り方のことをね、寸胴切りとか切り残しとかね、まあ、似てるんですけど、まあ、寸胴切りってこう丸田んぼをブツッと切るようにこう切ってあるやつね。で、切り残しも同じだから、この、元来本当に切るべき位置を切り残して切ってるわけですよね。こういう切り方はダメなんです。はい、向けてください。で、こういうどんな切り方してもね、木は生きてれば、もうとにかくいろんなとこから芽が吹きます。この切り口からも吹くし、葉っぱを失いますから、こう胴吹きって言って、幹から直接枝が出たりね、芽が吹いたりします。はい。で、まあ、芽が吹いたんだから元気なんじゃないのって、生きてんじゃないのって、それは生きてはいますけどね。だ、芽が吹いてるから元気だって思っちゃいけないっていうのは何でかっていうのをこれから言いますけど、これ、まあ、葉っぱは出て元気そうには見えますけど、この木の内部で何が起こってるかっていうことを想像してほしいんです。はい。で、ここ2番目ですね。見栄えが悪いだけじゃなくて、木が傷む、こっちのことをね、まあ、強く言いたいんです、私はね。なんで正しく切らなきゃいけないかというと、見栄えが悪いだけじゃなくて、木が傷むってことですよね。それは、資料のね、めくっていただいて4ページのところに、これから木が傷むっていうのはどういうことかというと、先ほど言ったコジット論でいうところの防衛層っていうのが、それは作ることができなくなっちゃうんですね、変な切り方をされると。だから、そうすると木材腐朽菌という菌がね、入ります。木材腐朽菌というのは空気中にも雨の中にも必ず入っていますから、どんな木をどんなちゃんとした切り方しても腐朽菌は必ず入ります。腐朽菌が入らない切り方というのは残念ながらありません。先ほどのコジット論のこの角度で切ってくださいっていうのも、腐朽菌が入らないということではなくて、入った腐朽菌をこの防衛層というもので守れるか守れないかということなんです。はい。これが枝切ったところですね。これ枝切るとどういうふうに腐朽菌が入るかっていうと、このように入るわけですね。はい、めくってください。拡大するところですね。この三角の部分に腐朽菌が入ってきている。で、この白いところとその腐朽している部分のここの境目のここの壁が、防衛層ということです。だ、防衛層がここで築ければ、これ以上腐れが入っていかないで、ここだけの小さい三角で、腐れが止まるということです。正しく切れば。はい、グッドガイ。で、ほぼ正しく切ってあるように見えるんですけど、これここの上の部分ですね、ここの部分はバークリッジなんですね。先ほどバークリッジを傷つけないようにって言ったんですけど、言ってないかもしれないね。さっきの、2つの角度の半分で切るっていう時に、バークリッジのそのひだひだの山脈のところをね、
ノコで切っちゃダメなんです。そこは必ず残すようにちょっと逃げて切んなきゃいけないんだけど、これちょっとそれを傷つけてるんですね、バークリッジを。ちゃんと切れてるようだけど、もうここがね、本当ださっきの写真みたいにここのとこのほんのちょっとの三角で済むはずが中入ってるってことは、はい、めくってください。三角のとこで止まらないで中入っちゃうんね。だ切り方が悪かったり木に、まあ、樹勢が足りなかったりなんかするとこういうふうに木が負けて腐朽菌を木の内部まで呼び込んじゃうってことですね、進行しちゃってるとこですね、それはだから5ページのとこにね、この俺の同じ写真がありますね。なのでその4ページのところの図がいくつかありますけども、まあこの図の中で一番右下の正しい切り方っていうので切らないと何らかの形で腐朽が入って中に進行してしまいますよということが言いたいんです。この図はね、私の本の中から取ってきてますので私の本にありますけども、他の図で見ると、はい、めくってください。それでね、こういう小さい枝でもそうです。これすごい1センチもないような細い枝ですけど、これも切り方をねちゃんとするかしないかで、ちっちゃい枝からでも腐朽は入ってやがて大きい枝にだんだん進行するってことで、はい、こういうふうにね、ここの三角で止まればうまい切り方なんですよね。それがこう中に入ってきちゃう、まあ止めようとはしてるんですけどね、木は。はい、まあ先ほど出てきた寸胴切りってさっきイチョウで出てきましたよね。それはなんでダメかっていうと、もうこういうふうに何にもないと、枝も何にもないところでブツッと切るとここにこう枯れができて、まあ周辺から芽は吹くものの、この枯れは残ってなおかつその腐朽が中の方まで入ってやがて幹に達してしまうということですね。はい、でじゃあ枝が残ってるところでね、枝があるところで切るんならいいかって言っても、その切り方が問題でね、ここにまっすぐな切り口を作ってしまうと、ここの三角の部分がちょっと枯れる。でまあ見た目はちょっと枯れてるんですけど、実はこの中までずっと入ってて、幹までね達してしまうということです。はい、なのでね、今の図で分かったと思いますけども、こういう、こっちの幹をね切りたい時にこうやってまっすぐね水平に切る方はすごい多いんですよ。だけどダメなんですね。なんでかっていうと、さっきの理由でここの三角の部分がね、ここで×のところで黄色い線で切ったとすると、ここの三角のところに枯れが出て、表面上は枯れたようになります。でなおかつその枯れがこっちまで入ってきちゃう、だからダメですよってことです。この丸のラインで切らないと、先ほどのコジットのラインで切らないとダメってことです。はい、だこんな太い幹をね切るときに、なかなかこうやって斜めに切ってくれる人いません。大体の方は水平に切ると思うんですね。それはなんか気が引けるのかなんか分かりませんよね。で切り口の面積が大きいからダメなんじゃないかとか勝手に自分で考えてもダメです。そこには理屈がありません。腐らせないように切る理屈というのはもう先ほどのコジット論しかないので、ですから思い切ってこういう角度で切るしかないんです。このこっちの枝からこう、栄養とかが降りてくるときにね、ここに水平切りするとここの三角の部分にはその樹液の流れがいかないわけですね。だからここの残ってたとするとこう枯れていくんですね。この樹液の流れに沿ってこう斜めに切らないとダメです。はい、だこれもダメね。水平に切っちゃダメっていうのはこういうことですね。こう三角から入っちゃう。で B のように、まあ斜めには切ってるけど切り残しという切り方ですよね。切り残しすると切り残した部分が枯れて中へ腐朽が入る。はい、で削ぐように切っちゃうね。ギリギリで切っちゃうのもダメね。枝の切りすぎっていうのがありますよね。でそのこの図の横に写真つけてますけど、枝の切りすぎっていう、これをするとこうなっちゃいますよってことですね。ですのでこの4ページで言えば、その四角で囲った正しい切り方っていうのはこれしかないということです。これでも腐朽菌は先ほど言ったように必ず腐朽菌は入ります。入るけど最小で止まるということです。はい、先ほど言ったこの、ここの切ろうとする枝の垂線引いて直角ですね、ここ垂線引いて、でここの間のこの角度の半分ぐらいをこういうふうにここのバークリッジを傷めないにちょっと逃げて、こんな感じで切ってほしいって言ったんですけど、
切りすぎというのをね、ここのところからあのなんてまっすぐね、まっすぐっていうのかな、枝が完全になくなるみたいに、こういう切り方です。それでね、そういう知識がないとね、街中でこういう切り方見ますよね。これ桜の木とか何の木でもそうですけど、要するに切り残し寸胴切りっていうのも普通にやってますよね、ブツブツっと。でこんなやり方するともう木の中まで腐っちゃいますよってことです。これ根元まで腐っちゃって猿の腰掛けとかみたいなのが生えてますね。はい、めくってください。これは先日私現場で、切り出してきたしだれ桜の幹ですけども、幹の中までこうやって変色してるってことはもう普及が幹まで進んでるってことですね。はい、めくってください。でこの木のてっぺんの方どうなってたかっていうと、旦那さんがこう昔切ったところが寸胴切りされててですね、でその腐れがずっと入ってああいうふうに、上の方も こんな感じでもう腐ってましたんで、まあ、幹の中までいってるということですね。はい、でその木をね、断面を切り出してみますとこのような感じです。まあ、黒く変色してる部分はもう腐ってるということですね。はい、こういうことですね。でこの白い部分はまあかろうじて、まあ、生きてるというかですね、いいんですけども、この中黒くなってるところはもうやがてはもうバフバフになって穴が開いちゃうというところですね。でもね、木っていうのはもうこの皮のちょっと下の部分、形成層の下の部分だけで生きてますんでね。だから言ってみればそれより中のこの変色している部分っていうのはもともと死んでる細胞が集まってるだけなんで、すでに死んでるんですよね、木の内部は。だからまあ死んでるからなくていいかっていうと、ないと強度が保てないから切ってね、脆くなっちゃいますよね。だから、死んでる細胞ですけど必要ですよね。はい、これ別の桜の木ですけども、このハサミブサッてやったらグサッてやったらもう刺さっちゃうぐらいグズグズになっちゃってます。はい、でそういう木のねには、そういう木にはこういうキノコがね、いろんなキノコが生えていますね、大概ね。はい、これはね、ケヤキの木なんですけどね、大きいケヤキの木があってまだ生きてたんですけど、こう葉っぱ毎年出てたんですけど、ちょっと危ないからこれは切った方がいいと言って、私切らしていただいたんですね。この木を根元から切らしていただくとどうなってたかというと、こんな感じでね、もうすっからかんですね、中身がない、こんなような状態まで腐ってしまって、外から見てる分にはわからないんですよね、素人の方はね。まあちょっと木叩けばわかるんですけど、太鼓みたいな音しちゃうからね、パカパカ言うからわかるんですけど、まあ芽が出てればね、上の方でわーって芽が出てれば生きてるから大丈夫かななんて普通は思っちゃう。はい、でまあ普及菌が入って、普及菌っていう菌がまあ蔓延してね、その菌糸が木の中に行き渡っちゃうとキノコが生えます。椎茸の原木と同じようにね、椎茸の原木も 1,2 年置いといて、菌糸がこう全部その、なんていうんだっけ、ホダギっていうんだっけ、ホダギの中に椎茸の菌が蔓延するとキノコ生えてきますよね。それと同じことで、もうキノコが生えてるということはもう木が全体がもう普及菌に侵されてるという状態ですね。猿の腰掛けとかもそうです、同じです。いろんなキノコあります。はい、枝の上の方にできるキノコもあれば、この下の方にできるキノコもあるんですけど、この下の方にできるキノコは特に怖いですね。はい、めくってください。こういうのをね、こういう木を危ないから、抜根しましょうって言って抜根するとこんなです。もう 根っこの底はね、グズグズ、手でボロボロってやれば取れちゃうぐらいグズグズになっていますね。もう根っこ傷んでるんです。根っこもだから腐るってことですよね。はい、でそういうのね、わからないで放置してると根っこ腐ってるの分かりませんから、そうするとこう台風が来てこう倒れたりするんですね。これ環状2号線でね、2018年に台風の時倒れたんですけど、ここの手前にあるこの電柱みたいな、これ信号機の棒なんですけど、信号機も一緒になぎ倒してえらい騒ぎになりました。こんなことになるっていうのはね、要するに枝の切り方が悪くって、普及菌が木の中に入って、その普及菌が、まあ、根っこまで入って根っこを腐らせて倒れるということです。だからこれの元になっているのは切り方であったり、あるいは根元の草を刈るときに、刈払液でキュンキュンとか言って幹に当てて刈ってたりしますよね、乱暴に。そうするとそこの幹の下のところでもどっかに傷がつけば、傷から普及菌入りますから切らなくても。
だからそういうことで傷から腐朽菌が入ってこういうことになっちゃうということです、はい、で先日あの京都でしだれ桜がね倒れた事件ありましたよね、あれもこう、ニュースの中でこう丸太が積み込まれてるのを見ましたけど、こうやって内部もう黒く変色してますから、もう腐朽菌がもう蔓延してるということですね、まあ、キノコが生えてたかどうか分かりませんが、腐朽菌によって倒れたとしか説明はできないと思いますね。ニュースではなんか原因分からないとか、風がなかったのに倒れたと言ってますけど、もういつ倒れてもおかしくない状態なんですね、はい、だからまあ傷つけないように切りましょうと。これなんかね、ちょっとチェーンソー失敗して向こうの枝まで傷いっちゃったみたいな感じとかね、こういう切り残しとかね、こういうの やればやるほど木はどんどん傷む。だから正しく切ってくれない人には教えたくないということなんですよ。切り方を教える以前にこういうことをね、ちゃんと身をもって、分かっておいていただきたいということです、はい、ですからこれしかないということで、はい、はい、どうぞ。で梅子あのね、こういう画料梅って発見とか行くとありますよね。でかっこいいっていう人いるんだけどね、どうだかなと思うんですね。はい、めくってください。もうこんな皮一枚でね、生きて花も咲くけどね、それがかっこいいのかなっていうと、私から見るとね、ちょっとこれはもう木をいじめてるだけでね、もう結局腐朽が入ったり、あの枝を切りすぎて日が当たりすぎて幹が焼けて、幹焼けしてこんな風になってるわけだから、もう人間が木をいじめまくった結果でしかないと。こんなのちっともかっこよくないと私は思います。はい、はい、めくって、はい、それで、今日に関係するのは、まあ、全部そうなんですけど、枝の意味枝っていうのがあってね、こういう枝はいらないですよっていうのがあるんですが、その中でね、一番左上に徒長枝っていうのがあります。左上この図の左上に徒長枝、幹や枝から勢いよく伸びる枝、放置するとこの枝に養分が取られ、大切な枝を枯らし樹形を乱す。だから徒長枝は全部取っちゃいましょうみたいな、あの本もあります。だけど徒長枝もその生えている場所によっては生かさなきゃならないというか、生かせるというかですね、特に梅の場合は徒長枝から花芽を作っていくんです。だから徒長枝はダメって言って切ってたら、なかなか花芽は増えません。だから木によってということです。だ例えばサルスベリなんかも、あの夏に花が咲くのあれ全部徒長枝でしょ、言ってみればビューンって伸びた徒長枝の先にサルスベリ花咲きますよね。だからあれ全部取ってたら花咲かないですよね、大事な部分もあるってことですね。で、ここの右側の、太い枝の切り方っていうのは後でね、下にサンプル、今日教材がありますけど、その切り口を見ていただくと、あ、なんでこう 段になってんのかなっていうのは、これを見ていただくと、こういう切り口が今下に置いてあります。これは切っていただくときにね、そうやって太い枝をこうやって切ったっていうことですね、です。はい、めくってください。これについてはまあ見ていただけばいいです。7ページの資料については、上のね、で私が剪定と刈り込みっていうのは、あの分けて考えてくださいっていうことです。刈り込みって目先を揃えて、輪郭をきれいに整えるっていうだけのことと、枝を選んで切る剪定とは全く別のことです。だから刈り込み剪定なんて言葉はありません。刈り込みと剪定は別のことです、はい。それで、切り戻しということについては私よく言うんですが、先ほど言った刈り込みとかね、切り詰めはもうとにかく輪郭を揃えるだけで、その後はもうバーッと伸びてしまうよと、輪郭すぐ出ちゃうよということです。で切り戻し剪定をこのようにすると、伸びた後にだいたい輪郭に揃ってくるという感じで自然な感じに見えますよ。で、中に手を入れますから、こういう幹吹きしてるやつとか越境枝とかそういう意味枝も確認しながら剪定できるので、すっきりまとまりますということです。ただ梅の場合の剪定っていうことでいうと、目先を切る、枝先を切る剪定が多いんですね、梅は。だからこっちの左側の切り詰め剪定に近い剪定になるかもしれません。だけど、それだけをやってるとえらい大きい木になってしまうってことですね。はい、めくってください。で私の本の中で花の咲き方
これは大事なんですね。開花どういうシステムで花が開花するかって。梅の場合は、資料だと、8ページですね。梅の場合は今年伸びた枝の先、あそこ先じゃない、あの今年伸びた枝の、脇がですね、側がですね、そこに来年の春花が咲くっていう、まあそういうことですよね。要するに1年目の枝に咲くっていうことですね。だから、側部に翌年咲きますよってことです。今年の新しい枝が年越して翌年にその枝の側部に咲くと、そういう咲き方です。いろんな分類をねしてますけど、今このようなね、一番左のような感じの状態だと思うんですけど、で、この新しい枝の枝先をまあ詰めるというのを基本的に梅はやるんですけど、そうするとそこの側芽に翌年の春に花が咲くと。花が咲いた後にその芽のところから葉っぱが吹いてこういう枝になると、そういう図ですね。はい、めくってください。でこれがすごくね、説明がうまくできてるなと思って、これは YouTube の中で、ミキさんの剪定講座って、ミキさんっていう方が樹木医の方がいらして、まあ、その方の YouTube 時々私も見るんですが、この梅に関しての説明はとてもいいと思いますのでおすすめです。一度見てみてください。梅に関して4本ぐらい上げてますけど、このミキさんの剪定講座というところからちょっと借りてきました。で今日、この切り方何種類かあるんですが、これ今ピューッと緑のやつは今ちょうどこう徒長枝がビューッと伸びてる、今年出た徒長枝の状態ですね。でこれを切らなかったらどうなるかっていうのが A で、ただこう枝先が長い枝が出るよということですね。ほっといたらちょっと詰めたらどうか、ほんのちょっとですよね。ほんのちょっと詰めると、まあ長い枝もちょっと出るけど、そのそこから元の方にかけてこの端子ができて花がたくさん咲きますよってことです。花芽がたくさんできる。でまあ半分ぐらい C のところで切るとどうなるかっていうと、長い枝も出ます。だけど、中くらいの枝とか端子もいくらか出ますという、こういう形に今年のうちになるってことですね、うん。でもっと深く切ったらね、3分の1残しとか4分の1残しで切るとどうなるかというと、こういう一番 D の図になって、長い枝はビューッと出るけども端子は できない。だからこの今ビューッと伸びた1本の徒長枝をどこで切るかによって、それでとにかく花芽がたくさん欲しいんだと言うんだったら、ちょこっと切ればいいだけですよ。先っちょの5センチ10センチをちょんって切るだけ、それで終わりなんですね。はい、これは後で物で説明しますけどね、こういう状態なんですね。まあこれは図がないかもしれないですね。あるか、あるね、9ページにありますけど、まあ切ると切ったところからこう枝も伸びるけど、その元の方に花芽ができる、端子ができるってことですね。はい、あごめんなさい、戻せます。でね、これを人それぞれなんですけど考えてほしいんですよ。で梅っていう木がね、要するに梅の実を売るために生産者の方が作ってる梅の木と、皆さんがどういう目的で来ているか分かりませんけど、自分のご自宅にある梅の木と扱いが全く違う、全くっていうかだいぶ違うんですよ。だから実をたくさん欲しいのか、なんていうのかな、庭木としてコンパクトにあんまり伸びないでいてもらいたいのか、その目的をはっきりさせてほしいんですよ、ご自分の中で。でよく私も仕事行くとね、お客さんから木を大きくしないで実がたくさん欲しいんだって無理だっつうんですよ。な無理、まあ、神様じゃないんだからそういう木じゃないね。だからその両方を求めちゃダメですよね、どっちかなんですよ。はい、めくってください。ここにいろいろ書きましたが、皆さん、あそうそう、まあこれ読んでいただくといいと思いますけども、一番最後にね、これ意外と知られてないんじゃないかなと思って書いたんですけど、梅の花ってたくさん咲いてても雌しべがない花ってたくさんあるんですよ。
雌しべがないってことは実がならないんですよ、もともと。ただ花の形してるだけで、雌しべ持ってない花は実がなりませんよね。そういう花が ほとんどなんですよ、梅って。であれはもうとにかく虫を寄せるためにたくさん咲けばもう虫がわーって寄ってくるだろうっていうだけで咲いてるだけですから、多分ね言い分は分かんないけど、だからそのダミーの花が多いので、あ、今年いっぱい咲いたからこれ全部実になるんじゃないかと、そういう考えはしないでくださいねって。雌しべのない花もたくさんあるんですよってことです。はい、めくってください。でこれがね、自然樹形の木ですよね。だからこういうのもね、の広ければこれ見事だと思うんですね。でこれ果樹とかね、実をたくさん取りたければこうやってたくさん花咲かせばいいんですよ。だけど枝先しか切っていけないから、どん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 大きくなりますよってことですよね。放置しとけばね、花も実もたくさん取れます。何の木でもそうです、ええ、例えばザクロとかね、実があんまりなんない、ビワとか、とにかく実がたくさん欲しくって花たくさん咲かしたければほっとけばいいんです。何もしなきゃ、何の木でも同じですよ。ただ庭木としてビワが大きくなって隣に散っちゃったら困るから切るわけでしょ。で切れば実も減りますし花も減りますよ、当たり前なんですよね。それを金をね、うまくバランス取るってことです。はい、めくってください。で庭木としたらね、このぐらいの花数で我慢してほしいんですよ。私このぐらい好きなんですよ。枝の流れがちょっと見えるでしょ。枝の流れが見えて、まあなんていうの、そそと咲くみたいな、この雰囲気をね、私はいいと思います。だから皆さんが今日どういう目的で来てるかによりますけど、それによって切り方はだいぶ違います。先っぽちょんと詰めればさっきみたいに花もたくさん実もたくさんなる、簡単です。剪定も簡単だし、でこの状態にするとなると、先ほどのちょっと途中で言った切り戻しという剪定ね、ちょっと、切り詰めのちょんというのとはだいぶ、もっと高度なことになりますけど、切り戻しってことをしないとできないので、こうなっちゃいます。はい、で梅の病気とかはそこに、まとめていただきました。これ公園側で出していただいたものですけど、それを、まあ、参考にしてください。はい、めくってください。ということですね。でこれはまあ剪定全般におけるね、心構えみたいなもの、前にやってらした渡部先生も言ってらしたことも含まれています。ですね。このね13番はちょっと私資料を作った後に補足したので、これは書いてありませんが、補足として中枝はむやみに切らないね、鬱陶しいから透かそうなんていうことはあんまり考えない方が、特に梅は、中枝が大事なんです。中の方から吹いてくる枝は、将来切り戻して木を小さくするために必要なんです。だから中に空間があった方がいいだろうって、木の中の方にある枝をどん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 取っちゃって、空間だらけのね枝を作らないようにした方がいいんですね。だからこれ大事なんです、中枝はむやみに切らない。後で実演の時にねちょっと説明できればと思いますけどね。だから透かそうとしなくてもね、切り戻し剪定っていうのをやると、そういう切り方をすると自然に透けますから、透かそうとする必要はありません。私は透かし剪定っていうのを教えたことがありません。これをね、講演の方が今日の下にある教材をどうやって取ってきたかっていうのをね、見てて、これ池の旗にある梅の木ご存知ですかね皆さん。でここの枝からね、大きいところ上の方で切りました。でどの枝切ってくださいっていうことをこうやってマーキングしてね、で金曜日でしたっけ、金曜日に切っていただいて、ちょっとしおれちゃいましたけど、まあしょうがないですよね。こういうところから取ってきた枝ですよっていうのをちょっと意識していただきたい。公園の中から取ってきた枝です。このもだから昔コルタルとか塗ったけどね、だから要するにそのさっきのコジットのシャイゴ先生っていう人は、自分の唇に塗れないものは木に塗るなって言ってるんですよ。だからバーナーで焼かれたくないでしょせいぜいね薬塗られるぐらいがいいでしょ、だから焼かない方がいい。今これから実習外行きますけど、太い枝を切るときにこういうふうにこの方が切ってくださったわけですよ。だから、でもこれ逆だな。こうか。そうですね。ね。こう、下からノコを先入れとくんですよ。こう、太い枝を切るときね。下から入れて、その入れた切り口よりちょっと先から上から切ると、パキンってこう、
うまく折れるわけね。そうするとだからあの木がめくれないってことですね。普通にこうただ上から切っていくと折れてバキバキってなるときに皮がずりりって剥けちゃうでしょ。だからね、この後どうするの、このまんまでいい、切り直します。もちろんだからこの枝をね、あの取るために切ったわけでしょ、そしたら最終的にはこれが生きてる枝だったらここをコジットで切ってくださいってことですよ。ここの通りの水線引いてね、でバークリーチはここにあるから今の水線とバークリッジの間のここの半分ぐらいの角度にここでこういうふうに切り直すってことです。はい。そうすると腐りにくい。だからこれで終わりじゃダメですよ。ずんと切りと変わんないです。うん、そうそうそう。うん。ただ、大きい枝切るときは一回こういうふうにざっと切ってくださいってことですよ。それの見本ですよ。うん。さっきの ABC ってこれなんですよ。この徒長枝をちょんと釣るの、ね。これ A。で B。C なんです。で、これは今年こっから伸びた枝なんで、こっからここまでのこれに関しての話です。これね、ここですね。ここから色が変わってるでしょ、うん、だから去年ここで切ったわけですよ。去年ここでまあ切り戻したみたいな形ですよね。ここで切ったから、ここから延長するように今年伸びた。で、この枝の処理として、ここで切る、先っちょで切ると、ここの葉っぱの元にある、ここの芽のところから、こういう枝が出るということです。この枝。こういう枝。これが、ここから出るということです。そうすると、端子がいっぱい出ますよということです。これ、端子。これが端子。これはだから、切った後、これ詰めた後に、今年のうちに出るわけですよ。これは去年、あ、違うな。去年の端子。あ、去年だね。うん、そうそう。なんですね。だから、おそらく、ここに咲いたのかもしれないよね。花がね、咲くかもしれない。うん、ということです。端子だからね。今年も咲く、そこに。いや、今年はね、だから2年目の枝になっちゃうでしょ、はい、そうすると、花はぐっと、まあ、咲かないって言った方がいいかもしれない。だから、咲く場合もあるんですけど、咲かないと思った方がいいんです。だから1年目、要するに、今年の枝の、が来年になって咲くから、来年の時点で1年枝になってるってことですけど、それに咲くってことなので、これ、次の端子が咲くってことだ。切った方がいいんですか？この徒長枝をこの辺で切れば、はい、この辺に全部咲く、花は咲かないってことですか？あのね、咲くんです。うん、咲くんだけど、あの、これで切って端子出して咲く咲き方とは全然違うので、古枝だから。ええ、古枝だから。うん。だから、その花に期待しないでほしいんですよ。だから、花がたくさん咲かしたいんだったら、とにかくちょんと切って、ここに、こういう端子をここに出させる。そうすれば、わーっと咲きますよってことです。今年の枝に来年が咲くんだ。そうです。今年の枝に来年咲くんです。一年。ほっといていいんですか？はい。ほっといていいんですか？何を？これ？うん、これはもう。うん、ほっとくっていうのと、先ほど言ったように庭木として、コンパクトになるべくしておきたいんだったら、こういう枝に切り戻しちゃうんですよ。これは捨てて。捨てちゃうんだ。咲かせない。うん。だから咲かせないで。で、ここにも咲かないわけじゃないんです。さっき言ったように。ポロポロは咲くんですよ。だから、それでいいんだったら、だから庭木をコンパクトにしといて、ちょっと花見れればいいと言うんだったら、ここまで切り戻しちゃえば、全く咲かない場合もありますよ。うん、だから原則的には2年枝には咲かないことになってるので、原則咲かないんだけど、だけど、切り戻すと、ここに咲こうとしていたその木の活動としてはないことになっちゃうから、代わりをしようとするわけですよ、残った枝が。だから、花もいくらかはつくんです。うん。だから、たくさんは咲かない。咲かないかもしれない。だから、それはもう、ここの、今のこの枝の、ところに花芽が分化して花芽になるのが8月ぐらいに花芽分化するんですけど、その後、9月ぐらいに確認すると丸い芽と尖った芽に分かれるというか複合芽もあるんですけど、その9月10月の時点で丸い芽だったらそれは来年花咲くんです。で、尖った芽だったら葉っぱになる。で、両方ある場合もあるんです。丸い芽と、尖った芽が同じところに複合芽って言ってそこにあるのがある。それは花が咲くし、花咲いた後にそのさ、尖ったやつが葉っぱになると。いうことでね。その芽の種類によって
花が咲くかどうかは10月ぐらいの時点では分かるようになります。よく見れば、はい、そうするとね、やっぱり枝のすぐ上でないとまた腐っちゃう。そうです、これはコジットのことですね。さっきの7月ぐらいがいいんですか？7月ぐらいまでね。8月はいじらない方がいいね。7月までですね。だ梅雨明けぐらいまで、そうです。こんな風にすれば小さくないでしょ。でこれもでかかったらもう間引いてこの枝だけにして、こんな風にすればもうコンパクトです。はい、切り口っていうのは、はい、さっきまでこうで、ああ今ざっと切っちゃったけど、まあ近いですね。こういう感じですよね。こういう感じですね。ここもね、今日今切り残ししてるけど、ね、こういうことですね。細かいのを切っちゃいけないのね。でだから細かいの、細かいのってどういうの？幹のでしょ。だから例えばこれは多分使わないけどね、苗小枝だから。だけどこういうのをこう切っちゃってね、中すかすってこれを切っちゃうと、これを使いたいときに、ただ例えばこれが長すぎるからここまでこう切りたいとするでしょ。こう切ってこの枝とこの枝のあるところで切り戻すとコンパクトになりますよね。ね、その時これがあるからここまで戻せるわけね。これもなくって、これもなかったら切り戻すって言ったらここまでになっちゃうでしょ。でもこれも中の方の枝だから、これ透かしちゃえって言って、これもなかったらもう戻せるとこないじゃん、ほら何にもないじゃん。今度ここになっちゃうわけだ。でこれもなかったらここになっちゃうわけだ。だから枝を選択できるように、中の方の枝はこういう枝でもこういうの残しといて、でここで処理しといて、そう処理しといてね、こうにしといて、でここに枝作っといてからこっちをガッとここまで切ればここまでの木になるでしょ。ここで切れば、そういうこと。だからこういう枝はむやみに切っちゃダメよっていうことです。方向が良ければね。太い幹からひょひょって出てる枝は切っちゃっていいの？太い幹から出てるのも活かせるのよ。こんな胴吹きでしょ。胴吹きでしょ。それもね、活かせるものがある、だから出る方向とか太さとかによってなんですけど、全部は残しちゃダメ。ある程度は全部ダメだからね。多分今月中に私の YouTube 新しい動画出しますから、それは今言われたその中枝はどういうふうに処理したらいいのかっていう疑問に答えるための動画を作りますから、それで参考にしてください、胴吹きしてる胴吹きしてる徒長枝をどういうのを残したらいいかっていうのをやり出しますから。どれを切ればいいの？そうです、はいはい、どういう枝の切り方、はい、あの切るちょっと大きいのこれ、そんなことはないんだけど、この枝を残してこの枝を切り替えるのは、バーフリッチがこれですよね。そうです。それでこれの直角でこうだから、はいはい、ここら辺で切るってことですか？そうです。そうそうそう。大体ね。だから、はい、この通りがこうだから、それに対する垂線っていうと、こんな感じですよね。はいはい、こんな感じですよね。でも、ここは傷つけちゃいけない。これと、そうそうそう。このバークリッジを傷つけない。バークリッジってこれです。これ。あ、こっちか。これ、ひだひだ。あ、このひだひだ。はい。この線だと思ってたら違うね。この、だから、こっからこう、ノコ入れたらダメってこと。ここから、ちょっと逃がす。これで逃げてます。で、この線とバークリッジの間っていうと、こんなもん、こんなもんでしょ。あ、そこでの角度、この角度。この角度で切るってこと。こっちを切ることは、なんとか、太い方も同じなのかなと思って。でも、切り戻しっていうのはこういうことです。こういう細い枝を残して、太い方を切るのは切り戻しなんで。はい。木を小さくするとき。これを切っても、枝を間引いてるだけで木は小さくならないでしょ。だから小さくしたいときは細い方を残して切るのが普通ですよね。それの位置がこう。そうそう、こういう位置で切る。うちにある家なんですけど、この高さがちょうどこのくらいで、はい、要するに脚立をつかないで身を取りたいので、この位置で押さえたい。で、今年出てきたこれがすごいいっぱいなんですけれども、それは身を慣らしたかったらここ。そう。そんで高さが嫌だったら。だったらもう切り戻しで。いやいや、枝下げちゃうよ。だから低きゃいいんでしょ。これ以上低くしなくて、この出たの。だから、ここにしておきたいんだったら、この枝を下げちゃう。だから今の徒長枝が出てるでしょ。この枝を下げちゃう。下げちゃうから切っちゃう。いやいや、紐で引っ張れ。
紐で引っ張れば下がるでしょ。しだれ、しだれ梅みたいにしちゃえばいいんだよ。あ、そういうことか。そうすると、で、でも、もちろんだから、え、うん、だからその、徒長枝でしょ、こういう、こういうのでしょ、こういうのが出てて、枝先積みますよね。この積んだ、積んだやつを、この長いとしてね、これを下げて、紐でなんか地面に引っ張るとか、重りぶら下げるとかして下げちゃう。そうすると、しだれ梅のように実もなって、はい、大きくにもならない。で、より、つきやすくなる。枝を下げると、花も実もよりつきやすくなるんです。そうです。あ、それはもう実のもの何でもそうよ。だから今、ビワの木こんななってるでしょ、うんうんうん、あれでかすぎて嫌だったら、枝を下の枝とかギューって下げておけばいい。と木も低くなるし、場所は取るよ、その代わり。だからこれは取るけど、高さは抑えられて、で、花も実も増える。あ、それ何でもそうだ。みかんでもそうだ。柿だってそうだし、あ、みんなそうよ。実のなるものは、たくさん欲しきゃ枝下げりゃいいだけ。うん、簡単。そう、下げりゃいい。何らかの方法で下げる。で、その徒長枝が、はい、うん、毎年こうやって葉が濃くアブラムシ。あ、これアブラムシ。これは、はい、どうして、それはもう発生初期に、消毒。メプチって呼んでた。メ。あ、なんか、スミチロ。あ、でもいいし、天然素材のベニカとかありますよ、今。その身に影響するの嫌だとかね、そういうのがあれば。ね、やってたよね、天然素材のね。ベニカっていうのがあるんですよ。住友園芸で出てる。うん。うん。それは、ん？もう遅い。いや、あ、ちょっと遅いね。だからもうそうやってもうくしゃくしゃになるぐらいだともうだいぶ遅い。もうほっとくしかない。いや、ほっとくよりはやった方がいい。やっとこう。うん。だって子供増やしちゃうからね。ああ、そう。うん。あとはもうテントウムシいっぱい放すからね。テントウムシ。テントウムシに食ってもらうからね。どっちか。うん、どっちか。しだれ梅の剪定の時の注意、はい、しだれさせたい時の注意点っていうのはどういう時、しだれはもうとにかくこういうふうにしだれてる枝の、こういう下にあるやつがこう内側にこういう向か、はいはい、こういう感じで内側に向かってる枝あるでしょ。はい、それは切る。こういうの元から切る。真下もそう。はい。立ち枝と同じですからね。うん。そういうのを切れば、で、うん、大体いける。それで、枝先は、外芽をの、はい、残して、外芽の手前で切れば、その外芽が伸びて、もう一回しだれていく。うん。そういう感じです。これ日陰のやつですよね。間伸びしてるね。うん。だこういう枝がなくなっちゃうんですよね。日陰だともう、こういう中枝が、さっき中枝取んないでねって言ったけど、こういう枝が、日陰なことによって、どんどんなくなっていっちゃうから、だから今のうちに、あるうちになったらね、この長いやつを小さくしたいときに、あるうちだったら、ここで切ればね、ここまで戻せるから、これを生きてるうちに生かしてやると、コンパクトにはなるんだね。もうほっといたら、もう来年にもなくなっちゃうですね。枯れちゃう。はい？そうそうそう、ここで切っちゃえばいい。まあ少なくともね、こういうのはここ枝があるから、ここまでも戻すでしょ。こんな風に戻して。切りますよね。うん、ないね。あんまり葉っぱなくなると、うん、で、こう強い切り方すると、他の枝のね、この、例えばこれの幹のところから胴吹きとかするんですよ、梅は。芽吹きは割といいので、上の方がっつり切られちゃうと、慌てて胴吹きバーっていっぱいするんですよ。その幹から。だからその中で、伸ばしたい方向の徒長枝、要するに徒長枝ですよね、胴吹きした。それだけを残してやって、他のを書き取ってやる。うん、早めに。そうそうそう。落ちてる枝を切るのはすごい大変なんですよ。だから生えてる枝を切った方が楽。うん、だからそうすれば太いやつなのかね。こういうのとかね。こう枯れ枝でしょ、しかも。うん。こういうのも、こう歯当てる、歯が行く方向向こうだから、向こうに向かってこう押せばいいわけですよ。こっちへ向かって。で、あんまり押しすぎちゃダメよ。そうするとめくっちゃうからね。こう。普通切れないよね、こんなのね。なかなかこの太さはね。あ、まあアンビルに変えたからね、さっき剪定で使ってましたけど、まあアンビル型だとそういうことですね。で、もう少し見せなきゃいけないんだね。この辺はちょっとみんなで自分で考えられるからね。です。この辺はどうか。うん？こんなのは。あ、こんなのね。土とか。こんなのね。これやりたい。邪魔だよね。そう、邪魔だけどね。これ普及してるんですか、ここは。うん、そうです。
そのままで大丈夫、うん、まあ大丈夫も何も手でつけようがないね、うん、うん、入っちゃったものはあの直せない、お医者様でも直せない。で こういうのね、ここの枝変だなっていうの分かってて、でここの横にこういう徒長枝あると、でね、徒長枝だから元から切りましょうっていうのはやめた方がいいっていうのは、こういう時にこれ例えばちょっとね、重りかなんかぶら下げとくとか、ちょっと枝下げとくとするでしょ、枝下げといて今年はちょっと切っとくとしますよね、ちょっと切っといて、でまあ端子が出て花咲きますよね、でその後枝になっていきますよね、そんで枝になってこの方向で枝になってたらいいでしょ、想像してみて、これが3年後になればそこそこの枝になるんですよね。そしたらこれ残しといた方がいいわけ、これ徒長枝だけど、うん、それでこっちをこっちが良くなって3年経てば、要するに2回枝分かれするわけだから、そこそこいい枝になるわけですよ、近くにないけどね、まあ、こういう枝になっていくわけでしょ、これだって徒長枝でしょ、これまっすぐでしょ、こういう枝ですよ、もともとこれ徒長枝ですよ、ほんだけどこうやって何年か経つとこういう風に枝になって、例えばここで切り戻せばここの枝が残るから、この先格好悪いけどね、ここでもし切ったらちょっと落ちますよ、ここで切ったらこうなるでしょ、でこれもこれ飛び出てるのはここに目あるの分かる、この目とこの目残すとかっこよくはなるんですよ、これをこれするとこれなくなってこうなるでしょ、スッキリしたでしょ、うん、それでここも二枝残しにするんだったら、こう例えば真ん中取るとか、まあ、こういう感じになったりです、うん、こういうことです。でそういうことをやっていきながら、あの内向枝を取る、内向枝これね、こういうの内向枝っていうね、木の中に向かってでこう外に行ってる枝があればそこで切り替えるとか、これとかこれでここで切ってもこの枝変だよね、だから多分これを残しでこっちで切った方が多分いいけど、うん、まあ最低限それが分かんなくても、まあ内向だからこれは取りましょうって、このぐらいはやってほしい。でこう取った結果、なんかやっぱりおかしいなっていうのはなんかおかしいんだから、うん、まあ例えば自分でなんか試してみる、こうやって切ってみて、あそれでもこんでよければいいしね、ちょっと切り残ししちゃったけどね、うん、って言ってこう今度寸胴の枝も使えなくはない、だけどあまりにほっとくとこういうふうにもなんかまっすぐで、なんか人工的でしょ、あんまりいい枝ではないよね。だからそういう時にそれに変わる枝が 何種類か候補があれば、どれかしらいい枝があるから、今はしょうがない、これしかなかったからこれを使うけど、まあちょっとこじれててもこんな枝になってる方が梅らしいよね、こうまっすぐなよりね。あ、こういうね、木の中にもう本当に立ち上がったような徒長枝ってたくさん吹くんですよね。それの処理をでどうするかっていうのを、さっきのあれで枝を作っておくために、こういうのちょっと見えない、こういうのはね、で上をバッサリ切ったりすると必ずこういうのがこう吹きます。幹からも吹くし、こういうの吹きます。で吹いた時に徒長枝だからって言ってなくすっていうよりは、まあなくす必要があればなくせばいいんですけど、例えばここからもう このちっちゃい枝使ってやるならここで切ればいいんだけど、ここにちょっと枝作っといて次に生かそうかなっていうんだったら、ちょっと詰めといて、まあここにたくさん花咲かす必要はないから半分ぐらいとか切ってもいいと思うんですけど、こうやっといてここに枝を作っといて、でそのうちにこの辺の枝とかもいらなくなったりしてきますから、その時に生かせる枝を作っとく。だけど例えばここでこれ見える、ここにある徒長枝、これ一回切られてんだけど2年目なんだね。だけどこれをね、ちょっとの今切ったの見せるけど、残しておいても徒長枝の途中で切ったやつからは徒長枝しか出ません。だからでなおかつここにまっすぐ上に立ってるこの徒長枝を将来の枝として使うかって言ったら使わないでしょ。今根元から取って見せますけど、これあ2年目だねって言ったのは何でかっていうと、これ色見れば分かるでしょ、ここで色変わってるでしょ。だから去年はこういう感じで徒長枝が
幹から出てるのをこういう感じで切ったわけですよ。それがこの切り口よ。え？すると端子もできたけど、これちょっと花咲かしてもしょうがないじゃん。で端子もできたけど、要するに徒長枝をちょっと切り、ちょっと残しで切ったからこういうふうになる。徒長枝しか出ない。だからこれを今ここから切ったのを去年ここから切ってほしかったってことですよ。そうすれば何事もなかったけど、こうやってちょっぽり残しでやったからまたちょっと徒長枝が出たってことです。でこれが今まっすぐ立ってたけど、こういう方向で出ててね、あの次の枝にするのになって、なんかどっかからこう出てたとするでしょ。そしたらこれは生かしますよね。こうなって出てきたんなら締めたと思って、ちょうどここに枝欲しかったんだよなって言って、ちょっと枝先積んで今年は置いとけんじゃない。で来年花咲かして、その後切り戻せば次の枝になるということですね。だ場面場面でね、どうその徒長枝だからっていうんじゃなくて、生かすのか殺すのかっていうのを考える。先生、はい。もう10分ぐらいしか後ないので、うん、あそこの赤いテープが入ってる、はい、あそこの、はい、切るの、はい、バークリッジとカラーのちょっとお手本見せていただきます言うねそれを切れと私に手の子で切れと、これね、はい、じゃ切って見せますけど、これが枝の通りで、ざっと言いますよ、枝の通りで、それに対する水線、水線を引いて、でこれがバークリッジ、ごめんね頭で隠しちゃって、バークリッジと水線、これのこの角度の半分ぐらいを目指すっていうと、こういう感じで、でなおかつこのバークリッジのギザギザのところを、だから股の真ん中へ歯入れちゃダメ、ちょっと逃がす、ちょっと逃がして、こんな角度かな、このぐらいだよね、このぐらいで切るってことですね。でこっちから切り抜ければこっちから切るしかないんだけど、なんかこれ変な枝だね。あ、折れちゃってんね。折れてこれ枯れそうでってなったら、これここまで切っちゃった方がいいんじゃない？そうですね。ね、だよね。でこういう時もここの水仙のあれとバークリッジと見て、今私下から見ないから大体で切っちゃうけどね。こういう感じね。ノコもいいし腕もいいし、どうしよう。まあ上から見てもこれ今水線引いてます。水線とバークリッジの半分っていうとこのぐらいかなと、さっき下からやったのと合致しないかもしれないけど、こういう感じね。これはねやっぱりアルスなんです。アルスのノコで、いやいいからおすすめするんだけどね、あこういう感じで切るんですよって、これね。でこれ先駆けっていうノコギリで、刃がとても薄いです。薄いんだけど、これをね切り口をちょっと素手で触ってみてよ。すごい滑らかだから、ノコで切ったようには思えないぐらいすべすべでしょ。ちょっと質問。はい。その今切ったさ、はい、この幹は、はい、いらなくないんですか。え、ちょっとわかんない。ちょっと待って。え、それはどういう理由で？なんか一本伸びてるけど枝がないけど、ここで切っちゃった方がすっきりしない。しない。しない。だからそれは長枝を取ってるってことよ。これがあるためあるから、なんかができることがたくさんあるんですよ。そこからまた芽が出てくるて、これ なくすのは簡単だけど、なくなったら選択肢をそれだけ大幅に減らすってことです。これが邪魔になった時に、そうそういうこと、そういうこと。これこんなに道出てたら困るとか、なんか大きい車が入れないとか言った時に、この枝落とすでしょ、その時にこれがあるかないか全然違うじゃん。
だから中枝はもうなるべく残した方がいい。うん、はい、すいません。同じ、たくさんご質問があると思いますが、11時半でございますので、時間も残業、残業。あとご質問は僕はいいんだけど、ここからはまたさらに有料になんちゃって。あの伸びてるのほっぽっとくとまた伸びていっちゃうでしょ。そうよ。切った方がいいのかな。うん、上にしたくなきゃね、切り戻す。根元で切っちゃった方がいいですか。いや、切り戻し。半分ぐらいで。どっかしらにいい枝あるはずだから。またそこから伸びていくじゃないですか。またないね。だ木だもん、しょうがないし。誰を相手にしてんの。じゃあしょうがないじゃん。生きてんだからしょうがない。ご視聴ありがとうございました。